皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、生贄と雪の刹那実況プレイパート21やっていきたいと思います。前回おっかおっかの洞窟で超強力な魔物にね、1回やられてしまったんですけれども、2回目でどうにか恫喝ことができました。でこれからね、近くにあるおっかおっか他の山をね登っていきたいと思います。前回から特にねレベル上げとかしてないんですけれど、ちょっと不安なんですが、とりあえず行けるところまで行ってみようかなと思います。ようやくここまで来た。頂上からは一望できるわ、最果ての地を。ついに来たんだね。ああ、クオン、少し顔色が悪いみたい。大丈夫？問題ない、ちょっと疲れただけ。そう、刹那大丈夫？こんなこと聞くのもなんだけどさ、怖くはない？大丈夫、初めから覚悟は決まってたもの。それにみんなと一緒だから。ありがとう。まだ旅は終わっていない。ごめん、俺はまだ早かったね。ようやくここまでたどり着いたな、着いたんだなって思ったらつい。そうだよね、エンドの言う通り、まだ旅は終わっていない。大切な仕事が残ってる。行こう、再発の地へ。みんなもう少しの間よろしくね。よし、少しでもちょっと雑魚敵を倒してね、レベルを上げておかないと。いい加減きつい。うわ、勝て、ミスに強いのか。やるぞ。よし、このくらいなら私でも平気だよ。どっかで一気にねレベル上げとかしておいた方がいいと思うんだけどね。ちょっとこういう、なんだろう、雑魚的相手でも別にいいんだけど、効率はあんま良くなくてね。いやダメだ、ジュリオンじゃダメージ入んねえ。属性相性の問題か。我が槍の前に敵はない。装備を変えておいた方がいいかもしれないな。なんかあるか。ちょっと攻撃力は下がるけど、プリンセスガードにしてみよう。さ、なんかお宝とか置いてないのかな。ん？こっちってさっき来たルートだけか。あ、違うね。心してかかるぞ。抵抗は無駄だ。おい、おっしゃおしゃ。よしよし。なんかこれまで特に発見らしいものが何もないのが逆に気になるんだけど、絶対なんか逃してるでしょ俺。ほら、あった。なんか力を貸して。数多いね。これここにぶっ込んだらどんなかな。諦めろ、終わりだ。おお、ちょっと残った。あー、一応入るっちゃ入るけど。よし、相性の問題なのかな。アルケミアの魔剣なんだこれ。アルケミアの魔剣、剣というわけ。あ、こっち、これか。ほう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 。なんだろう、ちょっとソードブレイカー的なね形状しています。ノコギリ刀というか。
まあノコギリ刀とソードブレイカーは全く別ですけど。開けられないんだよね。はい。止める。あ、パンダが使ってみよう。邪魔をしないで。全体魔法。おお。このくらいなら私でも平気だよ。よしよし。この辺の敵も決して経験値悪くはないんだよね。ただそれでもやはり効率はあまり良くない感じがするな。やるぞ。力を貸して。防御に切れぬものはない。行って。よし。行くぞ。よっしゃ。このくらいなら私でも平気だよ。赤首大根。任務を遂行する。遠くに切れぬものはない。行って。ほい。よいしょ。行くぞ。雑魚敵がいっぱい残ってしまった。みんな大丈夫？よしよしよし。ん？こっち行くと帰っちゃうか。じゃあこっちだな。ここか。任務遂行。あ、こいつ爆発するやつだ。防御に切れぬものはない。あ、ジュリオン食らっちゃうかな。うわ、食らった。しかも結構痛い。避けたいのだ。やべ、回転切りがそろそろ使えなくなる。ものはない。天の波動。ありがたい。せい。ほい。近くの味方もろとも誘爆してくれればいいのに。入ってくんな。防御に切れぬものはない。うわー、切なこと言った。ドーン。ちょっと回復ポーション増えてるでいいな。オッケー。もう開けらんねえやつ。いつになったらこういうの開けられるようになるんだ。ここでは負けられない。寄ってくんな。やっべ。あ、もったいな。誘爆した。このくらいなら私でも平気だよ。誘爆すればいいのに。言ってたら誘爆した。近い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 。邪魔をしないで。結構いい感じに削れたっしょ。冒険に切れぬ。よいしょ。おお、ジュリオンごめん。このくらいなら。これ結構な威力だね。爆発。これもう回復しないとまずいよ。KR が、あ、オーラ使う。あ、そこ使えないのか。よし。素晴らしい回復量だ。毎回毎回しっかりね、満タン近くまで回復してくれるからね。
にゃーにゃーいや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 冒険に切れぬものはない。誘爆しやがれ。おおおおおお痛い。うわうわ、このくらいなら私でも平気だよ。すげえ食らったけど。オールドビーストアイ、オールドビーストアイ、お、これ強いんじゃない。クリティカル威力、あ、じゃあこっちにつけて、どうしようかな。今つけてるのがいつでしょう。クオンかな、クオンにつけよう。あとで宝石の方は調整しておきます。任務を遂行する。邪魔をしないで。よし、やるぞ。冒険の切れぬものはない。あ、やばい。痛えなおい。だな。よし、ジュリアンレベル26。パーティー編成でクオンを入れよう。お、なんか連携技結構増えてたな。あれ、これもしかして進んでる？こっちじゃなくてさっきの端かな。うわーうわ、こいつはうぜえな、マジで。抵抗は無駄だ。よいしょ。どんくらいいった？あ、そっか、HP 見えねえ。邪魔をしないで。なぜわざわざ近づいたの。3体分は食らうじゃん。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。いや、なんならのね、爆風受けてノックバックとかしてくれれば。回転切りの魔法威力のつき方が半端ねえ。あれ、重複してていいんすかね。世界樹の枝、これ杖だね。おお、すげえ。ただの枝っつうことで特に加工されてる感じもないのに、その性能は一体。さすが世界樹の枝ということですかね。世界樹の魔力はそのね、加工なんかする必要はないんだと。むしろそれで失われたらどうするんだということですかね。え、なんか俺もしかして嫌な人当たっちゃった？冒険に切れぬものはない。最後に逃げるよ。やばい、くさ、やばい気がする、やばい気がする。ガンガン行くわよ。先を急ぎましょう。よし、おっかな。お、セーブポイントがある。テント買ってきてなかったけど、まあいっか。セーブします。この先に何があるんだ。またなんかボス戦かな。お、おおおお、城。ああ、そっかそっか。先に見えるのが最初のうちってクオン言ってたよ。ん？言ったよね。どうやってあそこに行けばいいの？え？え？そんな、ありえない。どうして、どうしてこんなことに。目の前に広がってるこの光景は幻か何かか。なぜ大地がない、消えてる、大地が消えてる。なんだよこれ。クーンは見たことあるんでしょ。どうなってんの。もう再発の地へはいけないの。待って、方法はきっとある。
最果ての地へ渡るための方法が、私を信じて。だが、この状況、一体どうすれば。こんな時に。クオン、やっぱりどこか悪いのね。お願い、諦めないで。そんな、嘘だろ。クオンまで消えちゃうなんて。何が起こっているんだ、一体。ジュリオン、セスナを守る。ジュリオン、お前やっぱり治ってなかったの。 まさか俺たちは攻撃するつもりなんじゃないよね。しまった、メールが消えしまった。よいしょ。ジュリオン、邪魔するな。生贄を殺せ。刹那、近づくな。ジュリオン、どうなってるんだ。自分で自分を攻撃したぞ。ここまでだ。これ以上一緒には許せ、刹那。どうして、どうしてそんなことを言うの。きっともう私は私でいられない。来るな。頼む、そなたを傷つけたくはない。分かってくれ。いや、マジっすか。ねえ、俺たちこれからどうしたらいいの。クオンもジュリオンもいなくなって、消えた大地が行く手を阻ん遮ってさ、どうすればいいんだよ。起こったことは変えられない。これからできることを考えるしかない。そうだよな、エンド。宿場町ギアッカに戻る。そうだな、まずは頭の中整理しねえとな。刹那、行こう。立て、刹那。エンド、そうだね、ごめん。考えるよ、今自分にできることをちゃんと。クオンとジュリオンが離脱しました。パーティーどうしよう。とりあえずヒール入れとくか。いや、バランス的には一応読み入れた方がね、安定はするんだよね。とりあえずいいか。いやー、どうなるこれから。戻るときはガンガン降りていけばいいんだもんね。ちょっと敵邪魔。ちゃっかり大根もらっていく。どっちだ、どっちの方が早い。援護よろしく。さあ、よし、吹っ飛ばさないと。攻撃に切れぬものはない。いいだろう、これはいい位置だろう。よし、このくらいなら私でも平気だよ。さあ帰ろうかな。こっち来なくてよかったのか。あっちか。いや、こういうとこでね、戦えっつうのよね。やる、力を貸して。だからレベル上がれねえだろって。抵抗は無駄だ。よいしょ、言い訳しろ。よし、はい、よし、終わりだな。うわと、俺と出会ったのが運の月だね。邪魔をしないで。
やるぞ。はい。楽勝楽勝はもうお前まだ何にも言ってないけどな。何の攻撃もしてないけどな、お前はな。あれ、どっかからポン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 落ちれるようなここなかったっけ。邪魔をしないで。よし、寄ってくんな。あ、そっか、ガンガン落ちていけるのはこっちからか。ほいほい。いや、敵多いね。早く終わらせて。よいしょ。はい、ドン。終わりだな。一応結構サクサク戦えてはいるんだけどな。一応ね、なんかロラの海がレベル上げにおすすめだということをね聞いたんですが、そこのね、なんだっけ、騎士の村から入る方面かな、そっちの方がおすすめらしいんだけどね、遠いんだよね。パッといける方法、それこそ引く手みたいなのが手に入ればいいんだけどね。よし、じゃあ今回はここまでにしておきたいと思います。さて、消えてしまったクオン、そしてどこかにフラッといなくなってしまったジュリオンは一体どうなってしまったんでしょうか。そして再発の地にはどういうのようにして入ればいいのか、そのあたりをね考えていかなければなりませんね。はい、では生贄と雪の刹那実況プレイパート21、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見ていけれなー。